ディオとは、ホンダ技研工業が製造販売するスクータータイプのオートバイである。本校では、排気量 50cc クラスのディオ並びに並びに、排気量 110cc クラスのディオ110それぞれについて解説を行う。1988年1月の発売以来、シリーズ車種として多数の派生モデルが登場し、2007年10月発売の 50cc 現行モデルは第6世代にあたる。初代マイナス3代目モデルには空冷2ストロークエンジンが採用され、4世代目では水冷4ストロークエンジンへと変更された。2003年からレンカ版という位置づけで、同じくレンカスクーターであったトゥデイ同様に中国の新大スホンダで生産し、空冷エンジンを採用した5代目モデルも誕生し、一時期は4代目と、 平売された。また、AF-18、AF-27 は、韓国の二輪、メーカーデイリムモーターにおいても生産された。ホンダスマートディオにストロークエンジンを搭載するモデルは、SK50 という機種名が存在する。各モデルの愛称を含めた名称、及び形式は、以下の通りである。三代目からは、派生車種として、前かごを装備し、ライトとウインカーを、 フロント下部に装着したディオセスタも発売され、6代目まで継続モデルとなった。1997年には2代目ベースの派生車種で、あるディオフィットも発売された。初代マイナス3代目には、ディスクブレーキを装備した SR、2代目マイナス3代目には、ディスクブレーキに加え、リアスポイラーが装備され、馬力がアップされた ZX、同様に4代目では、 Z4 というスポーツグレードがラインナップされた。なお、同社製スクーターの電子式燃料噴射装置搭載はスマートディオ Z4 が初となる。AF63E 型は水冷 OHC4 バルブエンジンに PGM5 を搭載した。高回転までの伸びのある加速が特徴だ。二台目には SR-ZX の他にオフロードモデル。 XR バハをイメージとしたディオ XR バハもラインナップされた。ブロックパターンタイヤやフロントディスクブレーキ、デュアルヘッドライトにハンドルガードなどを装備する。XR バハ発売時には SR 及び ZX は3代目に移行された。6代目はディオチェスタと共に2007年10月30日にモデルチェンジされた。車体デザインは5代目とほぼ同様であるが、 ベースとなったトゥデート、同じく PGM5 搭載並びに、触媒内蔵マフラーにより、自動車排出ガス規制に対応させた。50cc モデルのディオ、ディオチェスタ双方の日本仕様は2016年に、生産終了が公表された。JF312011 年に、ホンダ技研工業より、グローバル向けモデルとして、ニューススタンダードコミューターから命名された。 NSC110 が発表された。この車両の日本向け仕様として、中国の子羊ホンダが、現地モデルの客110と共に製造することになり、同年6月28日に d を1 1 0として、翌7月18日に発売することが発売された。PGM5 仕様の空冷4ストローク短気筒 107CC エンジンに14インチ体型ホイールを装備した、 フラットステップ車体構成となっており、2011年10月9日に2011年度、グッドデザイン賞を受賞した。JF582015 年1月に当初は、詳細な発売日は同年春頃として形式名、EBLJF58 へモデルチェンジされることが発表されたが、同年2月27日に、翌3月6日から発売することが正式に発売された。 本モデルからホンダベトナムで製造販売されているビジョンを日本仕様のディオとして生産することになり、車体デザインは全体的に踏襲されたもののフレームは軽量化されている。エンジンは ACG スターターによるアイドリングストップシステムを装備した空冷 108cc の新型 ESP エンジンを搭載し、前モデルよりも低回転でピークに達するようセッティングが、 適正化され燃費も向上している。2017年4月7日には同月14日発売で平成28年自動車排出ガス規制に対応させた形式名に BLJF58 へのマイナーチェンジを発表。さらに車体色価格が変更された。ありがとうございます。